皆さんこんにちは。今回は癒直 CPU クーラーの冷却 CPU クーラーとしての動作を紹介します。それで早速ですが、今回紹介する結果の概要をお話しします。結果概要を動画冒頭で話すのは普段通りなんですが、その中でも特に話し出すのが早い時って、いい結果だから嬉しくて早く話したいか、悪い結果だから皆さんにその心持ちでいてほしいかのどちらかなんですが、癒直 CPU クーラーは、ダメでした。想定通りではなくて、想定以上に CPU クーラーとして機能しませんでした。CPU クーラーの性能評価ということで、事前に他の冷却方式の CPU クーラーでベンチマークなどをやったのですが、癒直 CPU クーラーはベンチマーク以前に OS を起動させる前、UEFI の時点で CPU 温度が 100°C でした。この時点でサーマルスロットリングのような安全機能が作動するほどに、癒直 CPU クーラーは冷却できていなかったようです。こうなってしまった原因は割と明確でした。他の冷却方式ということで準備した CPU クーラー、一つは普通に組んだ水冷 CPU クーラーと、もう一つは構造は水冷のままで冷媒を油に変えた湯冷 CPU クーラー、これらの動作を確認したところ、水冷 CPU クーラーでは流量計で計測できる程度に冷媒の循環があったのに対し、冷媒を油に変えただけの湯冷 CPU クーラーでは計測できなくなりました。この冷却パーツの構成だと冷媒を油にした時点で、冷媒の循環が計測できないほどに弱くなってしまいました。この点は当初から想定していたんですが、計測できないレベルとは思ってもいませんでした。ベンチマークをやってみると一応完走しましたが、途中で CPU 温度は 100°C に到達して、サーマルスロットリングが作動して、動作周波数は低下して、油を使った時点で CPU クーラーの性能的に厳しかったようです。癒直はこの油の循環の上で、CPU 台に直接油をかけるということで普通はあるはずの金属ブロックをなくしたので、放熱できる表面積も激減して、輪をかけて冷却的には不利な状況だったんでしょう。まあ放熱表面積の部分は制作前から懸念していて、それでも癒直を試したい。そう思ったので無視した部分です。一方で油の循環は想像以上に厳しかったのですが、こうなった原因に思い当たるものがありました。おそらく、水冷用のパーツ構成のままで冷媒を油にしたから、だと思います。この点は動作確認の途中で気になり始めまして、それまで全く疑問に思うことなくやっちゃっていたんですが、冷媒循環に関わるパーツの、そのパーツにおける冷媒の流れやすさや、ポンプヘッド、制圧の大小とか作動流体の適正とか、このポンプが油に対応しているのかという部分です。このあたり、完全に見当外でした。まあその話は後ほどの詳細で紹介します。ひとまず結果概要は以上です。この後の詳細では次の3つを紹介していきます。性能確認の詳細。冷媒を油にしてどうして冷媒循環が弱まったのかの考察と思いつく対策。癒直 CPU クーラーの解体、最終的な状態。今回はこんな紹介ですのでよろしくお願いします。では CPU クーラーの性能確認から見ていきましょう。まずは比較用に準備した水冷 CPU クーラーからです。この水冷 CPU クーラーですが、これまでに動作確認してきた不凍液水冷とは使っているラジエーターを変えたので、ラジエーターを変えたことによる影響を確認するついでに動作確認をしました。これまで使ってきたラジエーターは 120mm サイズで、今回癒直用に準備したのが 240mm サイズです。120mm のは長さは短いですが厚みは 65mm と分厚いタイプで、配管接続用のネジ穴も多い結構便利なものです。ですがこのラジエーターに油を流し込んだら、多分油が内部に付着して、ラジエーターはこれ以上解体できないので内部の洗浄もできず油が残留するかも。そんな気がしたので2個で2500円くらいだった、このラジエーターを準備しました。見ての通り形状が違うのでおそらく冷媒の流れやすさが変化するだろうと考え、流量計を使って冷媒循環の様子をチェックしました。この流量計も含めて他の水冷パーツ、水枕、ポンプ、リザーバータンクやチューブは不凍液水冷から変えていません。これらは解体できたりで内部が洗浄しやすいので、湯冷でも流用しました。これが、問題だったんですかね。ひとまず実際の動作は先ほどお見せした映像の通りです。流量は毎分 2.6、2.8 リットルとか、時々 1.3 リットルになるなど変動が見られました。不凍液水冷でも似た条件の動作を試していて、その時の流量は毎分 2.7 リットルくらい。こちらは変動しませんでした。今回数値が変動した理由はわかりませんが、最大値は近いです。ラジエーターの形状が大きく変わるので流量は落ちるだろうと思っていたのですが意外でした。実際に PC を動作させてベンチマークを行うと、定格動作で CPU 温度 52°C。冷却性能的には熱抵抗 0.405 でした。100X 例での似た条件では熱抵抗 0.397 だったので、冷却性能の面でもよく似ていました。動作をもっと重くして発熱を増やすと変化がありましたが、ひとまず今回はこれで OK です。次に構造はそのままで、冷媒を水から油に変えた油冷をチェックします。先ほどまで水道水を使っていたパーツは全部解体、乾燥させてから組み直しています。で、油を充填して、配管内に残った空気を逃がして、そんなことをやった上で流量計を見てみると、アラームが出ていました。このアラームは流量計が流量を計測できないとき、つまり冷媒が流れていないと判断されたときに表示されます。当初から油は水より粘度が高いから流しにくくて、冷媒の循環的には大変に、流量は減るんだろうなぁと思っていましたが、まさか流量が計測できないレベルで油の循環が弱まる、とは思ってもいませんでした。確かに水枕から出てくる油の動きは、ゆっくりとしていますね。こんな油の循環状態でしたが、この時は特に対策を準備していなかったし変更も考えていなかったので、まあこれはこれとして、PC を動かして CPU クーラーとしての動作を見ていくことにしました。先ほどの水冷で試したオーバークロック設定が適用されたままなので少し特殊ですが、この UEFI 時点での CPU 温度は 75°C くらいでした。まあオーバークロック設定になっているので、輸直で 100°C になった時とは条件が異なりますが、この時点ですでに冷却が厳しい感じです。そしてベンチマークでは久しぶりにサーマルスロットリングが動作しました。最近まで不等液水冷で余裕を持った冷却ができていたので、ここまでズタボロな状態も久しぶりです。CPU 温度からして冷却が弱いのは明らかですが、どの部分が冷却のボトルネックになっているか気になりまして、思い当たったのが水枕部分の金属ブロック表面と油の熱交換、熱伝達の部分です。サーモカメラとかは持っていないので水枕のフレームを直接手で触ってみたら、結構暖かい状態、ほかほかでした。水枕のフレームと金属ブロックの間には、当然ですがサーマルグリスとかはないので熱的な接続が乏しいはずなのに、それでも暖かい状態、ということは金属ブロックはもっとほかほか？むしろ熱々ですかね。これが分かった時には、困難だという直は、厳しいだろうな、とも思いました。まあ厳しいんでしょうけど、ダメならダメでわかるのもいいか。そんな思いで最後に輸直の動作を見ていきました。ちなみに輸直では流量計を別のものにしました。デジタルな流量計では計測できなくても、アナログなフローインジケーターなら流れを確認できるかも、という考えです。で、油を充填して、残った空気を逃がして、作った水枕部分からは漏れていないやったー、と前回は喜んでいましたが、フローインジケーターは微動だにしていません。油が充填されていく途中では動いていたので、フローインジケーターの故障じゃないんですけど、ポンプを起動、停止と動作を変えても変化は見られませんでした。で、この映像を撮っている最中に気がついたのが、これらのパーツって油を循環させるのに合っているのかな？という根本的な問題でした。このポンプのインペラがやけにハウジングに対して小さいなぁと思いまして、冷媒が水ならこれで大丈夫だったんだろうけど、油だと力を伝えられているのかなぁ、と。そういえば油は油で、オイルチェンジャーとかオイルクーラーとかあったけど、水冷用のパーツのままで良かったのかなぁ。良くない気がするなぁ。そんなことを思いました。おそらく今回のラジエーターに該当するオイルクーラーは粘度が水より高い油に合わせてルールを設計していて、油でも圧力損失を抑えるような形状になっていそうです。オイルチェンジャーは内部構造がわからないので推測できませんが、少なくとも今のポンプだと油の循環に対しては力不足なんでしょう。PC ファンでいうところの制圧不足、窒息状態ということでしょうか。こんな状態でしたが一応 PC は起動しまして、それで確認できたのが UEFI の時点で CPU 温度が 100°C という状態でした。OS が動くかも見ようとしてみましたが、UEFI を終了すると PC の電源が落ちました。そんなわけで輸直 CPU クーラーの動作確認は UEFI で終えることにしました。本当は癒着で冷却性能が低くても、動くのなら記念でベンチマークをやって、さらに記念で冷凍庫を使った低温環境で変化を見るつもりだったんですが、そもそも CPU クーラーとして動いているとは言えませんし、これでさらに粘度が増えるでしょう低温環境を試す意義って、ないでしょうね。諦めがついたので、ここからは解体作業に移りました。映像は水枕以外のパーツを取り外して大半の油を排出した状態からです。Oリングを潰していたボルトを緩めて、ボルトごとパネルを外しました。パネルの裏面には油がついているのでマザーボードとかにつかないようにちゃっちゃと移動します。Oリングも外して、残った油もティッシュで拭き取っています。相変わらずホコリの出やすい普通のティッシュを使っていますが、多少は増しそうなキッチンペーパーよりティッシュの方が油をよく吸ってくれたのでこれを使いました。大体拭き取ったので次の作業、アクリルパーツを外していきます。このパーツは簡単に外せるようにコーキング剤の量を抑えたのですが、なんかずれますね。どうやら一部の接着がダメになっていたようです。これは CPU 温度 100°C というアクリルにとっては過酷な温度環境にさらされた影響でしょうか？それともこのパーツの役割が油の流れの制御だったので、圧力に押されて外れてしまった？コーキング剤が油によってダメに、これは違いますか？それなら他の部分でも変化があるはずです。温度か圧力か、ですかね。圧力に対しては次に作る機会があったら、圧力損失の件も踏まえてスペース広めに作ろうかなという感じです。まあその機会があるかは私自身わかりませんが、温度によるアクリルの変質とかで剥がれたのならとても面倒です。この点は今後の制作の留意点にしておきます。アクリルパーツも取り外して、残った油も拭き取って、さらに解体です。アクリルパネルと小さいアクリルパーツの間のコーキング剤を剥がします。この部分の接着は前回動画で取り上げましたが、ここもコーキング剤の量を抑えました。マイナスドライバーでコーキング剤を削ぎ取っていきます。というのもこれらのパーツを分離する際に力を極力使わずにコーキング剤を除去、分解できるようにしたかったからです。もう CPU 本体が間近ですからね。力技で分解しようにも力点が決めにくかったのでこうしました。除去できたら、アクリルパネルを固定していたネジを緩めてパネルも外します。だいぶ原型に戻ってきました。パーツがついた状態の CPU をマザーボードから外します。マザーボード側に油の漏れはなさそうです。CPU 側を見ても見た目はわかりません。油に使っていた時間は1時間あったかどうかなので、影響が小さくてわからないだけかもしれませんがひとまず無事でした。あとは空割りツールを使ってアクリルパーツをずらせば、やっと終わった。なんとか油漏れせず、物理的な破損もなく、検討してきた制作を終了できました。冷却的には残念でしたが、制作的には無事終えることができたのは嬉しいです。そんなわけで癒着 CPU クーラーの紹介はこれで以上です。癒着 CPU クーラーは当初から CPU クーラーの性能的に期待薄ではあったんですが、思った以上に難しかったですね。水冷よりも小さい放熱面積でさらに油で冷やすとか、なんで自ら難しい方法を選んでいるんだろうと思いましたし、さらに油が思った以上に流れないのは想定、いや検討外でした。油が流れなかった原因はおそらく、油の循環に適したパーツを使わなかったというボンミスだと思うのですが、この点を次の癒着に活かす予定は、今のところありません。癒着自体はお試しというか、制作的な検証として挑戦したものだったので、その点では十分に結果を出してくれました。ありがとう、癒着 CPU クーラー。今回の成果は今後に活かしていきましょう。そんなわけで次回の話です。次回は制作予定の中でパターン3と呼んでいた制作の前哨戦。お試しとも検証とも違う気がするので、下準備という感じですかね。そんなスタンスではありますが新しい冷却方式の制作を開始します。ではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。